船橋習志野市内の仕事人を紹介。そこにはどんなこだわりや思いが。船なら仕事人。今回の舞台は習志野市、千葉街道沿いにある森戸自動車整備工場。中を覗かせてもらうと、工具や部品が所狭しと並んでいます。紹介する仕事人は森戸勝久45歳、この工場の社長さんです。森戸さんは職歴25年のベテラン整備士さん。エンジン、ブレーキなど車のあらゆる部分をメンテナンスするのが主な仕事。まさに車のお医者さん。まずは車を目で診察します。ずっと後ろからまずマフラーが排気漏れないかどうか、それと油漏れ、ブレーキの油漏れ、燃料漏れないかどうかチェックはしていきます。それだけではありません。これはエンジンの回転数やバッテリーの電圧など目で見ただけではわからないところを調べる機械なんです。車に異常がないか徹底的にチェックします。森戸さんに車との付き合い方を伺いました。もう車って自分の子供だと思ってもらっていいかもしれないですね。そういう感覚で車を見ていただきたいと思います。で、やっぱり子供に対するケア、車に対するケアっていうのも、きちんとしていかないと、言うこと聞かない子になっちゃったりとか、ダダこねて動かなくなったりとかしますんでね。この工場は現在2代目。先代の時代から42年にわたって地元の車を見続けてきました。森戸さんは今新しい取り組みを始めようとしています。車を知っていただく、車の運転を楽しんでいただく、もし本当にもう車の前科点検教室、まあ、こういったものをやっていきたいと思います。車は便利なものですが、取り扱いを誤ると危険なものにもなります。事故をなくすためにも森戸さんは日頃からの定期点検が重要だと言います。車の定期点検というのは人間でいう健康診断に当たります。未然にトラブルを防いだり故障を防いだりする、そこのところをきちんと定期的にチェックすることによってアクシデントを防止するという役目もあります。甘いような感じします。マイカー点検教室では誰でも簡単にできる点検項目やより車を楽しむための知識を教えていきたいんだとか。最後に森戸さんの目指す町の整備工場の姿を伺いました。地域では相談できるところ、それが今本当少なくなってきていると思います。お医者さんである以上は車のお医者さんとしてはその相談を真摯に受け止めてその要望に叶えられるような、決してこう仕事としてという感じではなく本当何でも相談できるようなそんな整備工場を目指してます。仕事に森戸勝久さん45歳、人と車をつなぎ素敵な車人生をサポートするため今日も習志野で働いています。